よし、やっていきましょう。スプラトゥーン、今回はフェスです。お題はボケとツッコミ、どちらかということなんですけれど、皆さんはどちらを選びましたでしょうか。ご機嫌いかがですか。ハイカラニュースの時間だよ。アンケー、ヨクラーズでーす。さあ、フェスです。漫才をするならボケ&ツッコミフェス始まってるよ。ロビー前から投票して参加しよう。アップデート情報、はい、何ですか。なんでなんで、新しい武器加わったんだ。H3 リールガン、またリールガン。キューバボムにスーパーセンサー、スーパーセンサーか。微妙だな。キューバボムは強いけどな。でもまだ武器地区の話聞かないとね。まあ、スーパーセンサーあると、フェスの時は便利かもしれないね。マーキングガードという装備があるんですけれど、そちら、防具、服の装備でしかないんですね。で、今回フェスというのはフェスティを着なければいけないので、マーキングガードが使えないと。なので、そういうセンサーは今回のフェスではかなり使えるのではないかなと思います。はい。じゃあ、何の武器使おうかな、今回。ステージがステージなんで、ステージどんな感じだった今。ちょっと全然見てから。タチオパーキングと、潮のメルデンとデカライン硬化したか。また難しそうだね、今回のステージも。じゃあ、ちょっと武器どうしようかな。まだ悩んでるんですよね、何にするか。北斎あたりって言いますか、北斎。これでペチ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 ってやるのもなかなか楽しいんじゃないかな。はい。で、私今回、はい、T シャツの通り、ボケです。はい。いや、ツッコミかボケかと聞かれたら、ちょっと悩むんですけれど、どっちかというとボケかなと思うんだよね。ツッコみたいんですよ。うん、ツッコミか ツッコミたくないかって言ったら、ツッコみたいタイプなんで、ツッコむの大好きなんで。だけどね、あまりね、得意ではないんですよね、ツッコむの。はい。で、多分ツッコミが得意って人はね、そんないないんじゃないかな。自分でね、ツッコミにうまいと思ってる人は多分ね、それはね、そうでもないんだよね。プライドが高い人がツッコミをね、選ぶパターンが多いと思うんですよ。はい。見えっ張りが多いんじゃないかな、きっと。完全に偏見なんですけどね。はい。なので、多分ね、強い人はみんなボケに来るんじゃないかな。ただ一番怖いのは、フェス開催中に、その、ステージで、ボケだからって、なんかふざけたことをしだす人がいるんじゃないかなと。それがね、怖いんだよね。北斎でハート書いたりとか。俺がやろうとしてたことなんですけど、さすがにちょっと怖いんでね、できないですね。圧勝してる時ならいいかもしれないけど、均衡してる時にやったら怒られちゃうんでね。はい。なので、ちょっと怖いんだよね、そういうプレイヤーがいそうで。まあ、とりあえず、ボケかツッコミどっちが多いかわからないんですけど、今回。多分ツッコミの方が多いような気がするんだよね、気分的には。なので、まあ、勝率で頑張ってあげて、貢献したいと思います。はい。じゃあ、早速やりましょうか。と、潮の目伝ですね。こちらは北を制すれば勝てるんで、頑張って北を制圧していきたいと思います。で、北斎です。北斎ね、実は、北斎が初めてアップデートで追加された日以来やってません。なので、どうなるかわかんないけど、とりあえず頑張ってきてます。まずは北側を制します。相手素早さそうなやつがいなかったんで、あらかじめ北、あ、まずい、インク。やばいぞ、これはまずい。助けて、あ、ナイスバケツ、ありがとう、ナイス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 、押しまくってる今、俺心の中で。いいぞ。あ、危ね、危ね、危ね。パブロ感覚でやるとダメだね、これ。いや、後ろ蹴る、助けて、あー、バケツくんがやられた。絶対敵討ちでやるからな。行くぞ、俺は助ける。おら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 、まずいけど、これを落とす、落とせば大丈夫。おらよし。これで落ち着いて後ろから回って、はい、さようなら、ごめんね。まずい、怖い、なんかもう北側怖すぎるよ、もう。みんなこぞって北側来るんだ、もうやめて。南行ってて、お願いだから。味方は二人ほど味方行ってるから大丈夫だよね。うん。大丈夫。南に二人いるとちょっと不安になっちゃうけど、大丈夫だよね。最後に北の方来てくれると思う。それまで俺が北を守ってればいいんだよ。行くぞー、北を守る。俺は北の守護神になる。いいぞ。いいぜ、さ。来てない。敵も来てないね。ちょっと上が塗りたいんだけど、ちょっとね、ここ、心も、北側も塗れないんだよな。だって一人来てくんねえかな。来てくれるとすごい楽なんだけど、こいつは倒す。ほれほれほれ、逃がさねえぜ。いいぞ。話し合う暇はない。暴力で訴えるぞ、俺は。ほれほれ。これは当たんないかな。どっち逃げた？くそ止まられたか。大丈夫。でも大丈夫。で、逃げて、塗って、さ、戻ってこい。いた。こいつをチャージさせる間に撃たせちゃって、こうして、で、倒すと。オーケー、いいぞ。プラスピナーはね、チャージ後が、弱点なんで、なるべくこの動きで翻弄していきたいね。パブロの違いちょっと動きは遅いんですけれど、やっぱ機動力はあるんで、これを活かしていきたいと思います。北側塗りたいけど、来てるなぁ。ちょっと戻るか。あ、でも味方がいるね。後ろ打ってきて。ナイスナイス。で塗って、まあインク管理むずいわ、このパブロ。パブロじゃない、北斎。
ビーコンもう一個置きたいんだけどな。一個だけどね、味方がね、使いづらいっていうのがあるんで、置きたいけどダメだ。ちょっと行かないか。無理。これ防衛しないときついね。ほれほれほれ。ほれ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 。ペチ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 。おら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 。まずい。逃げて。スパショはまずいって、スパショは怖い。で、あ、味方を助ける。おらおらおら。あ、くそ、助けられなかった。一足遅かったね。さあ、よし、オッケー。パブロ結構攻撃力もあるからね。しかもね、飛距離もあるから。いい。いいぞ。ぶっかけプレイには、持ってこいのプレイですね。持ってこいのプレイですねっておかしいな。ちょ、ビーコン来た。オッケーオッケー。そう。2個あれば使ってくれるよね。よし。で、無理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 。オッケー、いいぞ。さ、どうなるか。北側を守りたいんだけど。ちょっと上側塗りたいな。ちょっと塗り残しが結構あるんだよな。まずい！これはでもダイオイカ溜まってるから、少し引きつけてからダイオイカをはっ、今押したじゃんちょっと今ので死ぬのは相当まずい。うわぁ、今絶対押したって俺。心の中で押したのかな。あれ、体は反応してなかった。くそ、こいつは倒す。神速のインパルスさえ疲れてれば絶対倒したな。くそ、悔しすぎる。あぁ、これは負けたかな。うわぁ、悔しそう。あそこで、ダイオイカちゃんと発動できてれば、勝ってたな。前半俺だわ。ごめんなさーい。いやでも俺敵倒したと思うけどな。色も塗ったと思うけどな。ほら1位だよ。いやでも最後のは俺完全に前半だったな。1位でもダメですわな、あそこで死んじゃ。ごめんなさい。次は頑張ります。さ、デカライン降下した。いいねいいね。ここローラーがいると結構きついんだよな。さ、どうでしょう。お、こっちはいない。相手はうぅ、ダイナモ2匹か。まあダイナモだったら大丈夫だな。はい、私はもうダイナモね、ずっとやってきてるんで、そんじょそこらのダイナモには負けませんよ。上手い人にはちょっときついですけど。上手いダイナモはほんと上手いんでね。下げていきますけれど、多分この機動力を生かしていけばいいんじゃないかな。リンク回復して、あ、でかい、怖い怖い怖い。塗り塗り。塗り範囲も結構広いんで、まあパブロほどではないですけれど、飛距離もあるんでね。いい感じ。あ、バリアちゃん。バリアちゃんはきついんで、ちょっとここら辺塗っといて。あ、下がっていった。せっかくバリア張ったのに。まずい。あー、これボン、なに、ボムラッシュ？うわー、これはきついぞ。クイックボムラッシュはかなりきつい。ちょっと2発当たってしまうと死んでしまう。死んで、死んでしまう。このままでは死んでしまう。なるほど。落ち着け落ち着け。ちょっと先進めねえな、これ。パブロの機動力をやって、進んじゃうのもいいけど。これは倒す！オッケー！ワン、で、ツー！いない！そこいたよね。くそ！逃がしたか。君は倒す！おら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 ！あー、くそ！あいつか！でも、あいつならまだ、オッケーオッケー。あ、いいな、それ。そのギア欲しい。いいぞいいぞ。若葉シューターか。今の若葉シューターの速さ、すごかったね。2発ぐらいしか食らってなかったような気がしたけど。オーケー。これ、塗り残しを塗っていって、で、縄張りバトルはこれがあるからね。うん。倒した数の、できそうわけじゃないからね。塗った面積でやるんで、ガチバトルばかりやってると、この感覚がちょっとね、難しいよね。塗り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 していって、お、ダイナモかな、この飛距離は。だね。うん。覚えがある、この飛距離。ダイナモっぽいもん。はいし。ダイナモちゃんは後ろから。はい、ごめんねー。よろしく。いいぞいいぞ。奇襲に弱いダイナモちゃん。まあね、大抵の武器は奇襲に弱いと思うけど、その中でもね、ダントツだと思うね、ダイナモは。うん、もう振りが遅いんで。あれなんだよね、スプラッシュボムが爆発するまでの時間と振り下ろすまでの時間だったら、スプラッシュボムの方が早いんだよね。タイミングによってはもう、格殺されてしまうと。まずい、これはダイナモの飛距離。これはちょっとまずい。そして、お、そこにいた、ラッキー。さあ、バリアが切れる方が短いんだぜ、ダイオイカよりも。多分同じぐらいに切れる。オッケー、よし、完璧。ダイオイカもね、相当使ってきたから、スプラコラボで。これね、切れる感覚っていうのもね、もう体に染みついてますわな。さあ、これ進むべきか、進まざるべきか。ダイオイカ溜まってくるのがいいかな。先にここら辺の敵を倒して、あ、2キルできたのにな。取られてしまった。まあ仕方ない。オッケー。ぬり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 と。敵も結構いろんなところから攻めてくるね。うん、いい、いい。上側は？上側は大丈夫っぽいか。ちょっと行ってみる。はい、こそこそこそ。ビーコンとか泳ごうか。ビーコン1個あるけどね。よし。で、置いといて。さ、いるかな？こっそりこっそり。安全プレイでいきます、安全プレイで。この時間帯で死ぬのは相当まずいんで、逃げます。逃げるからさ。機動力を活かして、むやみに突っ込んでてもね、なかなかね、シューター相手だときついものがあるんで、テキテキテキして、あのダイナモは倒す。いくぜ。そこです、そこです、まずい、危ない危ない。今のは格殺されてたんで、倒します。君は逃がさない。オーケー、いいぞ。一度狙った敵は逃がさない。君もさようなら。オーケー、いいぞ。活躍してる、俺。でもちょっと塗りは結構厳しいぞ、これ。これ負けてるんじゃないか。急げ、急げ。待って、この敵は倒してる暇がない。塗り、塗り、塗り、塗り。これはギリギリ。かっ。あー、負けてるな、これは。うわ、マジか。結構倒したと思っ、おお、やったぜ。危ねー。
完全に負けたと思った。今全体像だったらね、負けてる感じだったけど。あ、9キル。しかも塗りでも1位。ありがとうございます。あー、デカラインか。タチオバーギンが良かったけど、まあ、仕方ないか。よし、今回も活躍していきまーす。さあ、どうしようかな。あ、今回北斎2人か。この人特攻するタイプかな、どうだろう。ちょっと自陣から塗っていく、今回は、じゃあ。ね。いろいろパターン化しないとね。最初のスタートからパターンが決まってる人って結構いますけれど、やっぱいろんなパターンをね、やってみるのがいいんじゃないかな。スタートの位置で、行動するのを決めるっていうのがいいと思うんだよね。4箇所あるじゃないですか。で、右側にいたら、右側から攻めていくとか、左側にいたら左側から攻めていくとか。そうすると結構被りなくて、うん。いい感じに進めるんだよね、味方同士で。お、ナイス。ちょっと進んでますか。これ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 。牽制しつつ、相手の方が射程があるんでね、むやみには飛び込まない。よし、今のチャンス。こういう時に棚からボタン持ち、隙を狙って隙を狙って、で、ツーキル。あっはっ、いいぞ。トリキル、いない。トリキル、あ、後ろから、まずい、それはまずい。怖い怖い怖い、この野郎。あぶんね。なんとか相打ち。恐怖だったね、全然気づかなかったわ。普通に後ろから大王イカが来てるね。よし、ちゃかしゃ。あ、同じ北斎が二人で負けてる。仲いいね、俺ら。同じ北斎同士ね、伝説の春画を求めて戦おうぜ。いいぞ、いいぞ。さあ、こうやって神の春画をちょっとね、作ってるわけなんですけれど、筆プレイ、いいね。筆でぶっかけながら筆でサッサッするっていいよね。さあ、ぬりぬりしていって、ちょっと無謀だけど、突進しちゃう？敵いないよね。いきます。怖い怖い怖い。でも機動力では俺の方が勝ってるから。いくよ。ガンガン攻めるよ。そこいるね、シューター。隙間を狙って、そいそいそい。いいぞ。うん。攻撃範囲も結構広いからね。いいよいいよ。お、溜まった。結構は溜まるの早いね。スペシャル。ダイオイカってこんな溜まるの早かったっけ？弱体化されてさ、なんか、溜まるの遅くならなかったっけ？ダイオイカ遅くなってないのか。ただ弾かれやすくなっただけかな。オッケーオッケー。上側全然塗ってないんで、こっち塗ってきます。ほれほれ。あ、ローラーちゃん。ローラーちゃんだったら勝てるかな。ほれ、ほれ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 。ほれほれ、どやどやどや。あぶね。ギリギリだったな。これ竹かな？竹だよ。いいね。竹私なかなか使いこなせないんですよね。うん、難しいよね。確一じゃないっていうのがなかなか難しい。攻撃ギアガン積みすれば、足元ダメージと合わせて確一できる時があるんですよね。うん。それがなかなか難しいわな。そのギアがなんかさ、限られちゃうっていうのがね、なかなか難しい。よし、いいぞ。本当は移動とかもつけたいんだけど。よし、あ、そこにローラーいるね。これは、よいしょ。これで倒す。おらっしゃい。おとりビーコン、いいぞ。はい、トゥーケール。完璧。いいね、活躍してるよ、今回も。よし、残りは44秒。まだね、まだまだ逆転される恐れがあるんで、油断せずに行くよ。攻めていってもいいな。最後の最後で攻めていこうかな。余裕があったら。あんまり攻めていって前半になるのが嫌なんですけれど、これぐらいだったら大丈夫かな。残り20秒ぐらいで圧勝してたらちょっと行っちゃおうかな。いいよ。そういうね、そういうところだったらね、あ、はい。スペシャルショットはめっちゃ切るよ。ビーコンを置いて、多分ね、飛んでくる人いないと思うけど、残り10秒ぐらいで飛んでくる人いるかもしれないからね。よし、攻めるか。くぞー、怖いぞー。ここで負けても前半にならないから大丈夫。攻めていきます。強気の姿勢が大事。やっぱり、攻める男って素敵よね。いきまーす。おら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 な。ほれほれ、どうやどうや。ほら、さっさとしてあげるぞ。ぶっかけてあげるぞ。ぶっかけ願望の人いない？ほれ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 。いいぞ。最後の最後で攻めてやったぜ。棚からボタン打ち。いいぞー。圧勝ですね。今回もかなり貢献したじゃないですかね。塗ったし、キルもしたし。どうでしょう。じゃかじゃん。だっちゃ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 ん。ほい、竹二人いたのか。お、8、1。しかも1。ありがとうございます。イェイイェイ。